本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。今回は西多摩地区を走る JR 五日市線の廃線区間、通称岩石線の跡地を歩いています。よろしくお願いいたします。岩石線とは、武蔵五日市駅の手前にあった山内信号場より北向きに分岐し、西多摩郡日の出町の武蔵岩井駅までを結んだ路線です。途中駅は一つ、大久野駅が存在しました。この線を走っていた旅客列車はチョコレート色の旧型国電雲波40がわずか1両。1963年、昭和38年当時の岩井線の旅客列車はわずかに6往復でした。内訳は朝の6時台に2往復、夕方の17時から20時にかけて毎時1往復、通勤通学需要に特化し、昼間の旅客列車はありませんでした。1971年、昭和46年に大久野から武蔵岩井の間が廃止、残された区間も旅客列車が廃止され貨物専用線となりました。そして1982年、昭和57年の11月15日、残りの大久野から武蔵五日市の間が廃止され現在に至ります。分岐点であった山内信号場の跡地を見ています。現在は上の線路が本線、下の線路は行き止まりの側線となっています。しかしかつては下の線路が本線、すなわち武蔵五日市駅に至る線路でした。そして上の線路が岩石線でした。武蔵五日市は現在高架駅ですが、当時は地上駅だったため本線は坂道を下る形をとっていました。現在でも名残を見ることができます。信号所には両渡り線が設けられ、岩石線を出入りする貨物列車は武蔵五日市駅をスルーして走ることができました。一方、岩石線の旅客列車はこの信号所でスイッチバックをして行き来していました。そもそも五日市線の本線と岩石線は系統分離がなされており、武蔵五日市から武蔵岩井の区間運転が細々と行われていたに過ぎませんでした。両者を直通する列車はなかったのです。山内信号場から大きく北側に曲がった岩石線は山裾に沿って走ります。岩石線と並行する秋川街道、岩石線は右手の土手の上を走りました。この区間は岩石線の難所であり、勾配は最大33パーミル、つまり1キロあたり33メートル登るということです。そのためたまに空転して登れなくなり、やむを得ず交代してやり直すこともあったとか。林道の入り口にあった踏切、小机踏切の跡地です。警報器だか遮断器だかの基礎が残されています。並行して走る秋川街道との境には鉄道柵が今でも残ります。この先、線路は老人ホームや工場の敷地内に入っていきます。当時は山の中の切り通しだったようです。線路は大久野中学校の脇を進みます。線路跡の上には現在町中華が建っています。町中華の脇を少し入ったところ、レトロな酒屋さんと床屋さんがあります。裏路地にしては商業集積しているなという印象を受けましたが、それもそのはず。これは大久野銀座と呼ばれた駅前繁華街の名残なのです。というわけで大久野駅に到着。廃止前年1970年、昭和45年の1日平均乗車人員は216人でした。参考として同じ時代、同じ西多摩地区で乗車人員が近い駅を挙げてみると、青梅線の白丸があります。白丸といえば現在でも東京都で一番乗車人員が少ない駅として知られていますが、まあ、それぐらいというわけです。当時の雰囲気がなんとなく察せるのではないでしょうか。駅跡は公園になっており、当時の面影を感じることはできません。しかし航空写真で見てみると、公園のみならず南北の建物も含めて全て駅の敷地だったことがわかります。側線も多く、貨物駅としては重要な役割を果たしていたことがうかがえます。駅舎も田舎の駅にイメージされるような典型的な木造駅舎がありました。大久野駅を後にして先を見ています。
ここが踏切の跡地、佐治上踏切です。そしてこの先、武蔵岩井方面はそのまま路盤がダートの道になっています。ところが工場の私有地ということで、新しい建て看板に阻まれてしまいました。仕方ないので迂回することにします。そして終点、武蔵岩井の駅に着きました。現在は太平洋セメントの工場の駐車場兼駐輪場になっており、かなり物々しい雰囲気が漂っていますが、ちょうどここに一面一線のバス停のような小さな駅があったのです。もちろん無人駅でした。航空写真で確認すると、武蔵岩井駅に入る手前で分岐しているのがわかります。右が武蔵岩井駅、左がセメント工場の専用線です。専用線は工場の奥の方までずっとつながっていますが、当然中に入ることはできません。駐車場の脇に林道があり、こちらは登山道としても自由に歩けるので行っていました。ちょうど今線路の上に立っていて、こちらが大久野方面、そして振り返ると武蔵岩駅に入ります。ここからは岩井支線の成り立ちを解説します。JR 五日市線はもともと五日市鉄道という私鉄でした。明治時代から大正時代にかけて鉄道建設の話が持ち上がり、有志によって1922年、大正11年に五日市鉄道株式会社が設立されました。五日市鉄道の大きな目的としては、まず一つには当時西多摩郡第二の都であった五日市から外部への物流・人流アクセスを向上させるためというのがありました。西多摩郡第一の都大見には、当時すでに大見鉄道が開通していましたから、欲しくなるのも必要というわけです。そして2つ目が、岩井支線に大きく関わる目的、勝坊山の石灰資源の開発です。現在の日の出町、当時は合併前なので大久野村と言いましたが、ここに勝坊山という山があります。ちょうど武蔵岩井駅の裏山的な存在です。この山には石灰石が豊富に存在したため、鉄道敷設と同時にこの山の開発も目指していたのです。こうして拝島村から五日市町までの間と益子村から大久野村までの間の2つの区間に鉄道敷設の免許がおりました。前者が今の五日市線、後者が岩井支線となるわけです。なお、このルートにはそれぞれ2つの案があったようです。拝島から五日市までの区間については、秋川沿いを走る南線と大市場を走る北線が提案されました。益子から大久野までの区間については、稲地区で分岐して平井川に沿うルートと坂下地区で分岐するルートが提案されました。それで選ばれたのが現在のルートになるわけです。選ばれなかった方のルートは、もともと家屋が多かったため、鉄道を敷設するとどうしても曲線が多くなり、その結果建設費が高く所要時間も多くなるという理由で却下されました。その裏返しでしょうか、現在の五日市線はほとんど直線的な形をしています。目的地の間を最短距離で結ぶことが重視されたのです。このように鉄道計画を進めていくのですが、初めの頃から資金難に見舞われ、常に計画の頓挫と隣り合わせのような状態になりました。ここで登場するのが浅野財閥の企業、浅野セメントです。浅野セメントはセメントの原料となる石灰石を調達するため、直営の採掘場を運営しようとしていました。ここで目をつけたのが先ほど紹介しました勝坊山です。浅野セメントは1922年、大正11年、五日市鉄道に1000株を出資し、鉄道計画に参入してきます。1924年、大正13年には浅野セメントは五日市鉄道と契約を結び、3000余株の出資、5万円の融資、岩井支線の建設費用10万円の負担をしました。大正時代の10万円を今の価値に換算すれば、だいたい5000万円以上になります。これにより五日市鉄道は存続の危機を脱しましたが、代わりに勝坊山や大久野村の土地買収に関する一切の責任を五日市鉄道が引き受けることになりました。そのため地主からの行政訴訟の影響を受け、岩井支線は若干開業が遅れました。1925年、大正14年4月、拝島から五日市の間が開業、少し遅れて9月に武蔵五日市から武蔵岩井、
通称岩井支線が開業しました。1927年昭和2年からはいよいよ勝坊山からの石灰石油輸送が始まり、川崎にあるアスノセメントの工場まで運ばれていきました。1929年昭和4年には勝坊山の隣にセメント工場が開設され、完成したセメントやセメント生産に欠かせない石炭の輸送が岩井支線を通して行われました。大久野村、現在の日の出町大久野地区はもともと木材の一大産地として知られ、とりわけ外場の生産が盛んです。お墓の裏に立っているやつですね。現在でも全国シェアは6割を超えるとも言われています。ちょうど鉄道計画が進んでいた頃の大久野村の様子を描いた記述ではこのようにべた褒めされています。こんな感じの大久野村でしたが、実際に鉄道が敷かれ、また駅も開設されまして、木材のみならず石灰石やセメントの生産地としても地位を向上させたわけです。しかし岩井支線の栄華もそう長くは続きませんでした。セメント輸送の主力が鉄道からトラックへと切り替えられていったからです。さらにここにセメントの生産量自体の低下が追い打ちをかけます。武蔵岩井駅の裏にある西多摩工場、ここのセメント生産量は1962年から1973年頃に40万トン台を記録していましたが、これをピークとして減少していきました。これは貨物取扱駅であった大久野駅の貨物発着量にも現れています。1956年、昭和31年大久野駅発の貨物は24万トン余り、大久野駅着の貨物はおよそ23万5千トンでした。これが完全廃止間近の1980年昭和55年になると、発貨物が1万トンちょっと、着貨物は約1万6千トンにまで減少しています。24年で発貨物はたったの約 4%、 着貨物は約 7% にまで減ってしまいました。またちょうど60年代末期から70年代初頭にかけて、国鉄は悪化した財政を何とかしようと躍起になっており、特に赤字のひどいローカル線を赤字83線に指定して廃止しようとしていました。この流れに乗じて83線に指定されなかった一部の支線も廃止されました。その一つが五日市線の岩井支線だったのです。1970年昭和45年日の出村役場で開催された五日市線合理化反対対策委員会の場に、国鉄東京西管理局の局長が出席して曰く、大久野線の限りにおいては鉄道の使命が終えたものと判断、軽便なバス移送機関に任せた方が住民のためになる、民間バスに肩代わりさせることを考えており、西東京バスと折衝中。元から岩井支線の沿線には路線バスが走っており、それを増便する形での対応となったようです。というわけで対策委員会は設けられこそすれ大して盛り上がらなかったらしく、翌年1971年昭和46年に岩井支線の旅客輸送は廃止されました。廃止間際には案の定てっちゃん、今でいうオタクが殺到したとか。そして1982年昭和57年には貨物線としても営業が停止され、これをもって岩井支線は完全に廃線となったのです。勝坊山の石灰石輸送を目的として計画されたこのわずか 2.7 キロの支線は、浅野財閥のアシストのもと、石灰石やセメントの輸送を主体とした鉄道路線として、トラックにその役割を明け渡すまで日本の土木事業や建設事業を力強く支えてきたのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。